SA-330 ピューマフランス陸軍の SA-330BA-SA-330 ピューマはフランスの首都アビアシオン及びその更新アエロスパシアル製の汎用ヘリコプター。イギリスのウエストランドでもピューマ 1C マーク1として製造された。フランス陸軍向けに S-58 と H-21 を更新する兵士20人か単価6台を、 積載可能な全天候型汎用ヘリコプターとして発注され、当初はアルエット4として計画が進行した。1967年にはイギリス空軍が採用し、SA341 ガゼル及びリンクスと共にイギリスフランス両国の共同計画となった。1968年9月に生産型が初飛行。その後も改良が続けられた結果、 1978年4月25日にはソ連製ヘリコプター以外では初の氷雪機構下を含む全転向型ヘリコプターとなった。1987年8種の派生型による697機を持って生産を完了。後継の AS332 ュペルピューマに引き継がれた。南アフリカルーマニアインドネシアでライセンス生産が行われた。 SA330J p ューマスペイン空軍の SA330 イギリス空軍のピューマ 1C マーク1フィリピン空軍の SA330 リットル出典ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1976から77諸言性能ありがとうございます